噛まれたらもう痒いからもう聞けないよな。ほらあれだ、ほら、泣くことを地頭には勝てないって言うけれども、あ、まあ蚊には勝てませんね。鈴掛の道引っ掛けたけども、ちょっとこれ引けなくなっちゃったけどね。もう一回やろうかな。ワン、あ、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。とかいう季節ではありませんので、まあ普通に夏の蚊という感じですかね。それからもちろんあれでしょうね、あれっていうか、まあセーラー服と感じみたいな。だけどまあいつもあれしてますけど、なんかまあよくインターネットとかにも。おぞましいとか書かれます。歌がセーラー服でもお前別にいいんだけどね。ワン、あ、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
まあね、そういった否定的な意見もわかるというか、これ YouTube とかでほらなかったね、ミキのほらエアポケットとかを検索するとですね、最近はほら見られるんですけれど、ちょっと前までそのなんかわかんないけど、まあその動画がですね、iPhone のアプリでは見られなかったり、あるいはそもそも見られなかったりとか、だから著作権の関係かもしれないけれども、見られなくなったりまた復活したりとかいうことが続いてるんだけれども、そういうしばらくそれで、まあ検索して見られなかったらですね、その同じ URL で保存していたはずなのに、なんか中谷美紀じゃなくてですね、なんかレディーガマという別の人、男性の人がですね、歌っている動画になぜかなっていたっていうのがあって、しょうがないことそれ見たりもしたけれども、やっぱりそれは本物がいいなっていうことですので、まあそういうふうにはまあ、アイドルっていうのは過去あってほしいみたいな、そういうのはね、ありますよね。エアポケット。ね、最近はね、別にまあ、フォロワーとか、そのフェイスブックの、まあ、フレンドの数とかのあまり気にしないんですけど、まあ、前しばらく、まあ、1年、半年か1年くらい前に、まあ、こうやって演奏しながらですね、まあ、大体こんな風にするんだよみたいな、まあ、説明をしながら弾いたりすると、まあ、それでも、腹を立てた人にですね、まあ、よく、まあ、リムーブされたり、ブロックされたりした。なんかこれは手品の種明かしみたいだし、まあ、騙されているような気がするから、まあ、嫌だったみたいな。まあそういう音楽の好みっていうのもね、まあ、いろいろあるわけでも、その時俺が覚えているのはだから、まあ、音楽関係の人じゃなくて、まあ、共産党の関係の、まあ、脱原発みたいな人だったんだけど、なんかまあそういう詐欺師のようなあれで嫌だったみたいな。まあだからまあそれはね、例えばやっぱユーストリームで音楽じゃなくてなんだっけ、本の話、島田雅彦の優しい最後のためのキューブとか、あとはねブステフスキーの地下室の住人とか話をしたら、ノイズさんにリムーブされたっていうか、彼がまあフェイスブックやめたとか、まああとは YouTube じゃなくてブログで、長井カフの
日和下駄のプロリーの日和見下駄っていうのを、たまたまアップしてみたら、キューティー鈴木さんからリウムされたと。まあそういったまあね、とは嫌いな人っていうのはいます。すいませんでした。今何やってるの？あ、つまりエアポケット引いてたやつの間にか、最初の最後のテーマに変わっていたという。もう食事だから、まあ、そろそろ上がりますけど、まあ、菅秀美さんの最新ツイート。俺はまだね、買ってないんだけど、まあ、彼が最近、天皇制の隠語という本を書いてですね、それとアマゾンにブックレビューがついて、でも削除されたんだって。で、で、まあ、文章がそっけないとか、まあ、海乾燥、だという表があったし、その菅さんによってわざと書いてるみたいな、まあ、つまりできるだけその感情移入、つまりまあ感情という感情的なものを自分の文章から喚起してくれるなっていうような、そういう趣旨ならわざとやってるんだというとだったけど、まあそういうまあ植物性っていうのはまあまあ、美学的にもまあそれ以外の思想的にもまあ彼の考えなんだと思うけれども、そこに来るとまあ私はね、まあそういうことまあ美学的にも政治的にもロマン主義だから、ロマン主義の割にはその美しいものを作ってないって話もあるけど、まあそれはだからまあ文章とか、まあ言葉をであれば音楽であれなんだね、逆だなみたいなね。音楽でもそうでしょ、まあ、ものすごい情緒過多なのがあるかと思いきや、もっとね、そういった情緒を排したとか、まあ、それは好みですよね。またね、そういうまあ、右っていうか、まあ、ロマン的なものといっても、まあ、ものすごく美しいもの。そうでなければ、おぞましいものっていうのもありうるわけだから、その辺もですね、ありますよね。でも、美しいものを作りたいと思って作れないんじゃないかっていう話もあるけど。ということで、食事らしいんだけどね、食事らしいけど、どうしようかな、あんまり食べたくないみたいな。まあ、電子楽器といっても今のものは性能もいいと思うんだけど、これはね、私が中学生の時に買ったものなんだけども、未だに今使いこなせてないんですけど、まあ、いろんな音が出るわけで、ただ、まあ、自分で一からも作れるんだけれども、そうするとね、まあ、いろんなものを調整してフロッピーディスクに保存してもしないといけなくて、そこまではまあできてないんですけど、今ここに登録されているものだけでもね、100個くらいの音があるって、まあ、それくらい、まあ、試してみるんだけれども、ただまあね、いろいろ弾いてても、まあ、好きな音っていうのは、
まあ、割合限られてくるみたいなね感じがしますけど、でまあ使いこなしてないですもんね。そしてまあインターネットとか、まあ2チャンネルを気にしてるじゃないかって話もあるかもしれないけれども、まあ電子ピアノばかり弾いているからピアノは壊したのかみたいな、あれも別に壊してないんだよね、ここにあるんだけど単に弾いてないだけなんだけど、まあ別にピアノよりも電子ピアノが好きだってことでもないですね、別にね、ピアノもいいんだけど、これ見えないもんだけど、向かってこっち側にあるのがですね、最近ヤフーオークションで買ったというも、まあ、運送地だけど無償でいただいたピアノで、なんですね。で、それほど、どう言えばいいんですか、少なくとも調律はそんなに狂ってないんですよね。で、こっちがですね、向かってこっち側の前から持っているピアノで、これは調律が狂っている上にですね、弦が3本か4本切れてるみたいな、そういったもんね。で、最初はもちろんね、こっち側のピアノは、どう言えばいいんですか、直してもらおうと思ったんですよ。で、調律とか、あとは弦を張り替えるとか。そしたらね、なんて言われたのかな、10万円くらい買うって言われたのかな、もっとかかるって言われたのかな、まあ、それだったら中古を買った方が安いですよみたいに言われて、まあ、それでまあ諦めたんですけど、まあ、ピアノの世界ってまあ分かりませんけど、本当だったら直して使いたかったんだけど、で、ダメだということで、まあ、それでもちろん新品はその数十万とか数百万しますから、手が出ないから、F オークションに見たらまあね、もう引かないのか何なのか、運送賃だけ負担してくれれば、譲りますよっていう人がいたから、こっちのピアノを、運送賃だけで引き取ったんですよ。その他に今さっきちょっと鳴らしてみたら、こっちにほら、小さいキーボードがあって、これもね、もちろん、性能的にはこっちの電子ピアノが高いし、いいはずなんだけど、こっちも来たらこっちで面白いみたいな感じで遊んでるみたいな。他にはね、ここにウクレレと三味線とリコーダーと、あんまり弾かないけどマンドリンとかギターいろいろある、いろいろあるけれども使いこなしてもないけどね。最近はね、仕事っていうかバイトも結構忙しいから、そんなにね一日中弾いてられないんだけど、仕事の後とかも暇な時に弾いたりもしている。あとは放送するときのこの機械の関係とかないから、今譜面がなかなかね使いづらいっていう感じ。知り合いっていうかからこうやって iPhone をここに置くと近すぎるって言われて、でまたここにこれ電気消して照明つけるとその逆光っていうか、それでもう帰ってダメだからって言われて、電気も消して、でこれも少し離してるわけです。そうするとね、譜面をですね、譜面をですね、こうやって置くと、隠れてしまうみたいな。で、なかなか、そういうところを持ってくればいいのかな。こっちの。そういうわけで、なかなか演奏もしづらいということなんですね。だからどうしたってことはないんですけどね。ご飯だそうだから、その前に行くと、いつもね、生徒さんがやってる曲はあるんだけども、それがですね、今その人が旅行中で今不在なんですよね。そんな長く行ってないんだけど、とりあえず今週いなくて、それでね、これはね、マイ・フェア・レディっていうミュージカルの曲で、I could have danced all night。F ・ローウェっていう人の。そして僕は最近ほら、あれで見つけたんですよね。シェリーマン、ドラマのシェリーマンのマイ・フェア・レディっていう、アンドリー・プレリンがジャズピアニストとして一番活躍した若い頃のもので、シェリーマンがリーダーだけど、ピアノがアンドリー・プレリンみたいな、それに入ったのを最近聞いたみたいな感じで、もちろん他のね、
あの人っていうかピアニストとか、まあ、それ以外の人もやってると思うけど、まあ YouTube で聞いてみたけどね、まあ、それを弾いてからご飯に行こうかなっていうのを思うけど、じゃあ行ってみますよ。ワン、あ、ツー、あ、ワン、ツー、スリー。まあ、ご飯食べ行くけど、まあ、さっきのほら、リムーブっていうかね、それはね、だから私は単に方法の話をしただけなんだけれども、まあ、それがなんか自分を語っている、固くしてて、ね、勘違いされた。それは深読みでしょ。関係ないですよね。そういうこと言うんだと、まあ、最初から何も関係がありませんみたいな、そういう感じがする。じゃあご飯行こうかな。